はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、鈴蘭の剣、鈴剣やっていきたいと思います。はい、8月1日リリースということで、リセマラがね、できるかどうかっていうのも気になっている人も多いと思うんですけれども、一応、ゲストログインっていう形はあるみたいですね。ただ、ゲストログインをしたら、そのサーバーにデータが上がらないらしいので、サーバーでデータが保管するような状態にはならないらしいので、 仮にアプリを消しちゃったりとか、アプリがクラッシュしてしまったりとかした時にはデータの保証はできませんというふうに言っていましたね。ですので、もしゲストログインでリセマナをやっていこうっていうふうに考えている人は、まあ、ゲストログインをしてリセマナ完了したら必ずアカウントに紐付けをね、するっていうことを忘れないようにしなさいというお話でした。はい。 ではね、ガチャ、キャラの説明の前に、ガチャの説明を先にしますね。ガチャっていうのは、えっと、このピックアップ、大会っていうのと、常中、そして武器ってあります。武器に関しては、天井なし。通常のガチャに関しては、100連でレジェンドキャラクター確定、再開と新規ピックアップ。こちらに関しては、ピックアップガチャになりますんで、天井がね、それぞれ180連になってます。共通、天井っていう概念があって、それがね、 この通常ガチャにかかってきます。通常ガチャに関しては、えー、100連。今これちょっと中国ばっかり申し訳ないんだけど、これ今82回後引けば出ますよってなってるんですけど、通常100連で1体レジェンドキャラクターが出ますよと。それが保証されてますよと。ピックアップ確率2%なんですけど、100連引けば出ますと。確率に負けてる場合だよね。 ま、50連で1体っていうのが2%なんで、最低保証を出しますよっていう、そういう仕組みになってますね。共通天井に関しては、どれかしら1体のレジェンドキャラが出たら、リセットされます。共通っていうことなんで、ここで引いても、ここで引いても、ここで引いても、カウントは溜まると。どこで引いても、レジェンドキャラクターが出た場合は、共通天井っていうのはリセットされちゃうよっていうことですね。ここだけで引き続けると、このキャラが180連で必ず出ます。180連以内に、レジェンドキャラクターが出た場合、ガチャでね。 その時に50%の確率でこのピックアップキャラが出ますよっていう形になるんですね。これは新規ピックアップのルール。もしそうじゃなかった場合っていうのは天井カウントがそのまま進むんで最低100連で出るわけじゃないですか。だから最初の100連でもし出なければ残り80連で必ずこのキャラを出しますよという。まあそういうのが180連保証っていう感じですね。途中でこのキャラが出た場合はここのリセット天井がまた再カウントされますよっていう流れになってます。 こちらに関しても同じ。180連で最低保証なんですけど、例えば、100連。まあ、共通点、天井のラインまでにレジェンドが出た場合、選んだ方、どちらか一体選ぶ形になるんですけど、間違えた。こういう感じでね、どちらか選んで引くことになるんですけど、その場合、75%、レジェンドが出た場合、75%の確率で選んだレジェンドのキャラが出ますよ、と。で、出なければ、えー、残り80連。あ、違う。 合計180連までの間に必ずそのキャラが出ますよっていう形になってます。まあそれがそれぞれのルール。共通天井がリセットされるっていうのはどこでも1体レジェンドが出ればリセットされます。この新規ピックアップの出会い。こちらに関しては180連全部回す。もしくはこの新キャラが出ることで天井がリセットされます。その際はこちらの再開側の ガチャの天井には影響しませんよと。で、同じくこちら側の天井はこちら側には影響しませんよと。全部影響するのは共通天井ってやつですね。っていうことですね。ですので、うまい弾き方っていうのはね、ちょっとなかなか難しいかもしれないんですけど、それでもね、例えば10連引いて1連で出ましたってなった場合は、残りの9連も損したかなっていうふうに思うかもしれないけど、そうではなくて、まあ、僕のこういう形のように、次のね、ピックアップガチャに引き継ぐ。 こともできますんで、でここら辺はね、次のピックアップ何が来るかっていうのは先行サーバーがあるからある程度予想できるところもあると思うんで、まあそれを狙ってねガチャを進めとくっていうのもまあ一つの手かなっていう風には思いますね。この再開とかも多分ねサイクルある程度決まってると思うんでね、そこを狙うのはいいんじゃないかなと。まとめると最終的にはこことこの常駐ガチャっていうのは基本的に引かない方がいいってことですね。無微課金のプレイヤーは。ここの新規ピックアップと再開のガチャ。 だけを狙っていくっていうのがいいのかなって。あとはまあ、無料で配布されるようなキャラは、できるだけ選ばないっていうのがいいかなと思います。なので、マイサとか、ラビアとか、ファカールとか、そこら辺が来たとしても、それ以外の、もし引くんだったら、それ以外のキャラを選ぶっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。一応ね、自分が今、過去に何回引いてきたっていうのとかもわかるんで、一応ね、そこら辺カウントしっかりしてくれるのでね、かんなくなっちゃったら、それが、これが最下位の天井。 共通天井を下の方を見に行けばわかると。まあ、こういう感じで見てってくださいということです。では、キャラのね、まあ、説明っていうか、このキャラを狙ってくださいねっていう話をね、まあ、ちょっとしていこうかなと。まあ、リセマラ終了。も絶対、これはもうグロリアで確定です。で、この後また説明します。グロリア、最初ピックアップ入ります。次、ベラ。魔法使い最強と言っていいと思います。非常にね、派手で使いやすい。 感じになってますね。で、この2体が、ま、結構筆頭って感じかな。まあ、あと、コルか。そして、イナンナ。で、コルは、ま、敵の背後を取りやすかったりとか、まあ、高さの制限をね、結構、緩く突破できたりとか、する、まあ、すごいトリッキーなアタッカーって感じですね。で、イナンナ。まあ、これに関しては、また説明しますけど、まあ、超優秀なヒーラー兼サポーター。まあ、サポーター兼ヒーラーって感じかな。で、あとは、 こんな感じかな、とりあえずは。ラビアはめちゃめちゃ強いんで、アタッカーとして、序盤のアタッカーとしてはかなり優秀なんで、手に入ったら、ここでもう、リセマラもうあんましたくないなって思ったら、やめてもいいかなっていうラインですかね。っていう感じで僕は考えております。キャラの深掘りをちょっとしていくんですけど、3キャラだけ。よいしょ。はい。作って参りました。はい。グロリア。これはね、ウォッチャーっていう役割で、え通常の 属性とサンス組とは別のウォッチャーとデストロイヤーがお互いに得意不得意っていう感じになって一般のブレイカーとかアサルターとかディフェンダーとかとは等倍で攻撃で戦えるんで、まあ、かなりクラスとしては使いやすいかなっていうであとは所属っていうのはいずれね個性とかスキルとかでこのグループに所属しているもののものにバフをかけるとかまあそういう感じでできるものがあるんでまあ一応ね あるってことだけ覚えておいていただけるといいんじゃないかなと。で、まず個性、これ開幕で発動するんですけど、ケーキって言って、こう旗をバーンってこうやって必ず開幕にぶっ刺すんですよ。投げて。その範囲に入ってる味方の移動力がに上がるっていう。あとは攻撃力が上がるっていう。まあそういう個性になってます。どのぐらいの能力が上がっていくとかいうのが個性で上がっていくんですけど、まあこんな感じですね。 やっぱね、開幕で移動力を上げられるっていうのは、マジで偉い。<laughs> 突っ込んでいけ、みんなで突っ込んでいきやすいのでね。結構ね、遠距離攻撃できるキャラとか多かったりするんで、ま、あすごく便利ですね。あとは大体、敵が高い位置に陣取ってることの方が多いんで、やっぱね、一歩でも進んで、近寄っていかないと、大ダメージ食らったりとか、上からなんか物転がらされてきたりとかして、<laughs> 劣勢になることも多いんでね。 大変だよっていうことですね。最初から覚えてるやつ。制限、制、制装技突っていうの。まあ、これも結構強いですね。えー、ケーキオーラっていう、その旗の効果がね、これ2ターンって書いてあるんですけど、このけ効果が継続できなくなってしまった場合に、この剣技に変わると。まあ、槍から剣に持ち帰るっていう、そういうスタンスなんですけど、まあ、そういう形で、槍の時はもうサポートを結構重視して戦う。で、剣に持ち帰った時はかなり攻撃的に立ち回る。みたいな、 まあそういう動き方になってますね。ランク上がって覚えていくものが増えていくと、どんどんね、色できることがまた増えていくんですけど、雑に使っても、ほんと腐らない。すごく長く使えるキャラクターになってますね。で、これを真似できるメンバーが他にはいないので、まあこういう感じで、清掃論ニヌスっていうランク3になったら、まあレベル15かな覚えられるやつなんですけど、まあこれはね、覚えたいですよね、絶対。で、これにさっきのアイテムを使いたいっていう。 清掃清掃技こう。これは両方とも覚えたいっていうスキルだから。ランク3までで結構重要なスキル覚えられちゃったりするんで、まあ、熟ではあるかなっていう感じですね。なんでこれ両方欲しいかっていうと、こっち側の清掃技用こっちの方は、まあ、エネルギー回復とか、まあ、そういうのとかが結構回転がいいんですよね。で、これ、一回使うと、まあ、4ターン CT があるんですけど、これを使って、旗揚げーがなくなった時に、 満月弾に変わるんですけど、これがエネルギー3で使う。ここら辺をね、いろいろこう、エネルギー1で、こっちはロンギーの人とか使えたりするんで、これをね、くる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 、こう、途切れずに回せるんですよね、スキルが。まあ、っていう風になると、もう、弱いタイミング、通常攻撃しかできません、みたいなタイミングっていうのが、できにくいっていうのがありまして、この2つをね、持つと、まあ、かなり前線でも役に立つようになるっていう。まあ、そういうのがありまして、まあ、グロリアのね、このランク3、 が結構重要になるかなっていうふうに考えております。ノックバックとかできたりとかもするんでね、結構いいですね。通常スキルでノックバックとかできるからっていう感じですね。まあ、かなり使いやすい。で、イナンナですね。こちらがさっきの、まあ、唯一無二のキャラクターになるんですけど、まあ、すごいのがハイコードできるんですよね。あとは、王女の親衛隊っていうのを開幕で召喚するそうい体。 だからいきなり、こっち5体しか編成してないのに、6体目が登場するわけです。まあ、NPC にはなっちゃうんだけど。そいつを再行動させた場合は、追加で能力が上がるとか、ま、いろいろね、こう条件があったりするんですけど、仲間を召喚するっていうのと、再行動させるっていうのが、本当メインの役割で、ついでに回復もできるっていう。まあ、そういう感じなんですよね。で、回復もただの回復じゃなくてデバフ解除できるっていうのがあったりとかして、結構、序盤からデバフはね、多かったりするんですよね。 ま、それをね、解除しながら戦っていくっていう、いうのを考えると、めちゃめちゃね、優秀。まあ、序盤からいてくれるかいてくれないかで、結構戦況変わりますね。ただ、ピックアップがないんで、まあ、かなり狙うのは厳しい。まあ、出たら、もう、なんだろ、何も考えずに終了でいいと思うレベルのキャラです。で、ベラ。これさっきもちょっとだけお話ししたんですけど、まあ、魔法キャラですね。で、属性もデストロイヤーなんですよね。あ、やばこれ、ポセイか。<laughs> 個性が変わってない。で、面白いのが、通常の最初のスキルで防御、防御貫通獲得して、ターゲットに3回の50%ダメージを与えるっていう、防御を無視して攻撃することができたりとか、あとは、火傷燃焼攻撃ですね。地面を燃焼させる攻撃があるんですけど、まあ、それができたりとか、面白いのが、こう、ランク5になって、こう燃焼パネルに塗るときの火だめ、 まあ自分がね、燃焼パネルにいても問題ないようにできたりとか、自分を含めて、そういう状況に持ってっても大丈夫なようにできたりとか、まあ結構面白いギル持ってたりしますね。あとはまあこういうのとか、バフかけてデバフを、それに対抗するデバフを無効にしたりとか、まあ結構そういう器用なところがあって、めちゃめちゃ優秀ですね。これがかなりいいね。クリスタルの神話っていうランク13で覚える行動終了時、 エネルギーがさらに1回復すると。エネルギー1以下の場合は、さらに2を追加すると。だから3回復するってことなんですよね。0の時は。で、そうするといき、次の開幕も必ず。だから常に初期スキルの収集シ,シュが打てたり、ファイアウォールが打てたり、まあする状態なんですよね。これ、こういうクールタイムないやつとかだと、めちゃめちゃ打ちまくれるっていう。で、これ見てもらうと、着弾地点から横一列に、 ごマス横一列、中心に左に、右ににって感じに燃焼させるんで、結構並んできてくれると助かるし、まあ、並んできてなくても、その後ろに敵がいたら、燃焼マスって通ったら、そこを通ったらダメージ受けるし、火傷にできるんで、まあ、そういうことを考えるとね、まあ、非常に面白い。こう、罠を張れるじゃないですけど、コンピューターとかだと、それを受けて行動してくることないんで、まあ、非常にね、使いやすいキャラクターになってます。はい。 これもね、ピックアップで来るんで。まあ本当、ベラにするか、あの、グロリアにするかっていうのは、まあ結構、まあ選んでもいいんじゃないかなっていう感じはしますね。まあおすすめなのはやっぱグロリアなんですけど、でも、初心者ミッションで、えー、マイサー、ラビア、ファカールが手に入るっていうところを考えると、前衛でね、攻撃するキャラっていうのは、まあもういるし、マイサと、マイサーとラビアで前衛いけるし、で、ファカールがいれば、 長距離アタッカーもいるし、っていう風に考えたら、考えたら、じゃあ魔法使い強化しますかっていうところで、ベラっていう手も全然あるなっていう風には考えてますね。まあ、グロリア取って、っていう風になると、まあ、魔法使いとか、そこら辺、ヒーダーとかはエピックで使うことになると思うから、まぁ、あ、ベラっていうのもまあ,ありかなっていうところですね。この3体は、まあほんと絶対取りたいなっていう、この3体の実態で、 始め、始めてほしいなって。特に、あの、SRPG 苦手な人とかはね、そういう風に思いますんで、もしよかったらね、まあ、参考にしていただければと思います。というわけで、8月1日リリース、えー、スタートダッシュ切れるようにみんなで楽しんでいきましょう。というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価、そして、えー、もしよければコメントをお願いいたします。お疲れ様でした。